やれますよみたいなのはあるんで、結構その坂戸線めっちゃうまいんで、関東のボンちゃんさんとかはウルコンニをチョイスするっていう、なんですか、僕はちょっと合わせれないんで1所さんは1ですね。一応まあ関東では2が対策として、ボンちゃんはなんか保ってるキャラ全部2、そうですね。あとまあ空中ザンク、ザンク波動拳にも合わせてたり、アシュラーとかにもいけたりするらしいんで、2をチョイスするらしいですね。はい、その、円台系がきついんで、ね、こうやって食らっちゃうと。ここの、これがもう、そうですよね、これ。100機投げ覚醒なんで。あ、そうなんですか。ま、飛んだら絶対省力かくっちゃうんで。ああ。だから絶対ダメージ奪われる。そうですね、ロックさんによくやられて。しゃがみ技こすって曲がんのか。こせないですよ、あれは。飛んだら省力確定で飛ばんかったら、100機投げ食らって、バックしてやったら、ちゃんと仕込んでる、大事仕込んでる。そうですね。100機投げてしゃがんでやると投げれるじゃん。投げれます。あ、じゃあもう確定なの。確定、ほぼダメージで確定なんですよ。うん、むしろ飛んだら瞬刻かくっちゃうんで。結構今のラウンドは一方的やったんですけど、下がってもまあ、やれるんで、ここはちょっとこのラウンド頑張ってもらいたいですね。円柱系が結構その透明の立ち台系に勝った相性は割と良かったり、まあで垂直まで出るんですけど、円台系にその噛み合うとかなり期待値がちできるんで、まあ結構垂直待ちも入れたりしてますね。そうですよね、あの立ち台系がその立ちコパンが今のはちょっと噛み合いましたね。ちょっと今のはロクさんが瞬刻サボったのも、ああそうですね、ちゃんと瞬刻しとけばジャンプした甘えたジャンプ、結構なんで飛んでんのって言われるんですけど、まあ円台系読みで噛み合えばやっぱ期待値がかなりでかいんで、ワロス当たるって、そうですね、これがちょっと今の美味しかったですね。ああ、これこれはでちょっとこの位置はきついんですが、セットプレーさ、ガフあるんじゃないですか。ああ、またミスった。そうですね。ちょっと、ロックさん、大会の緊張か、ミスが。あ、今のはミス。今のもしっかり入ってたらダメージもらわずに。ロックさん結構、家でセットプレー見けて、めくり100系統見けたらしいんですけど、あ、これちょっとミスってますね。そうですね。ちょっとミスが目立ってる感じはしますね。この試合を見てると。坂戸専用のセットプレーめっちゃ調べてたんですけど。やっぱちょっと、大会ならではの緊張があるのはしゃあないんですが。ここはあと1回、どっちも。そうですね。今のは、噛み合った感じはしますけど。あ、最後はグラップがタイミング噛み合ったって感じですね。そうですね、今のはもう最後のちょっと持ってた感じもするんですけど、しっかりそっか繋いで、まあ、最後はうまかったですね。